右から、スーミ、ミーガ、クワッチ。国際オリンピック委員会会長のジャックロゲと共に、ミーガとクワッチとスーミは、2010年、バンクーバーオリンピックのマスコット。小型で酒が好き。モデルは、シーベア、カルモディールベア。公式動画では船に、パドリングで、バンクーバー島からついて行ったり、スピードスケートでクーワッチを追い越した。クワッチの親友でもあり。 励ましたこともある。ホッケーが得意なサスクワッチの男の子。好き嫌いがない、大きい、おとなしいなど様々な長所のおかげで、かなり人気がある。公式動画では船を追いかけていた民画と合流し、ウィスラーに行こうと誘った。写真が好き。シャチの帽子、サンダーバードの爪、黒ククマの体を持つマスコット。合成させて作り出したマスコットは、1996年。 アトランタパラリンピックのブレーズに次2回目。3つ以上は初となる。また、神秘のマスコットは2004年アテネオリンピックのアテナとフィボスに次2回目。ホットココアとパラリンピックが好き。公式動画によると太陽のエネルギーで巨大化できる模様。ベリーや苔が好物なひとし公式マスコット。実在する。サイドキック、シェアスキーが好き。ありがとうございます。